キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ優勝するためのキーマン、はい、今日は北海道日本ハムファイターズ戦ということで、はい、多分ですけど、うん、まあ、今日は、3月25日でございます、はい、オープン戦終わった次の日ですけど、うん、多分、うん、今年は日本ハムの評価はみんなが最下位とかにはなせえへんのちゃうかっていうところはあるね、うん、はい、まあ、浜田さんは最下位かもしれないけど、もう出てますよね。出てる、はい上から並べたらだからね、まあ、この新庄さんのこの3年間の中では一番チャンスあるかなっていうところでも、はい、やらなきゃいけないことがたくさんあって、はい、まずね、うん、キーマン優勝するための、はい、うん、条件みたいなことですね、うん、はい、やっぱりね先発、うん、伊藤大海、はい、山崎福也、うん、加藤貴之、はい、ここで35勝、うん、まあ、でもいけそうなんですけどね、その3人だったら。でも、まあ、うん、山崎福也は、はい、昨年が10勝だよね、確か、うん、あ、11勝11で、伊藤大海が7勝、はい、で、加藤隆、うん、昨年7勝、はい、だから25勝、うん、だから10勝あと、はい、これ多分打線の援護があればもうちょっと勝ってるピッチャーでもあるとは思うんですよね、うん、そこそこでも万波も打ってるし、まあ、確かに、だから失策でしょ、うん、自滅、うん、だから結局加藤隆も山崎福也もそうだけど伊藤大海も、うん、どっちかっていうとパワーピッチャーじゃないじゃん、はい、だから打たして取るって感じだから、うん、そこでミスが出ちゃうとあれだから、うん、でもここで35勝でもあと10勝って、ね、平気できたあと最低でも 3-3-3 だけど、うん、山崎福也にあと3勝で14勝ってって、はい、なかなかハードル高いじゃん、うん、そうですね、うん、ってなったら、うん、伊藤大海と加藤が2人であと 4-4 勝たなきゃいけないんだよ、うん、そうですね、で、うん、あの山崎さんが2位伸ばして13にするみたいな、はい、ってなったらそんな簡単じゃないね、まあ、そうですね、まあ、でもできなくはないピッチャーだったんですよね、そうそうそう、でも優勝するためには、うん、でこの3人がしっかりできて、でそして、うん、金村、はい、新人王、うん、おお、取るぐらい、取るぐらい、うん、取るってことは2桁勝つから、はい、先生がね、うん、金村 の、はい、あの新人応予想してるからね、うん、はい、皆さんまだ見てない方は見てください ね、はい、ね、で、まあ、あと、はい、田中正義が西武王、うん、やっぱここも元気で1でいかないとまた後ろがバタつくじゃん、はい、うん、誰が抑えでみたいなね、はい、感じになってくると、うん、だから これでこの3人が35勝して、うん、金村が新人王で田中正義がセーブを取ったら、うん、いいよね、結構いい感じですね、うん、これができたら投手陣は、はい、ワンチャンいい感じでね、うん、いけるんちゃうかっていうね、はい、ところはあるよね、うん、であと野手ね、はい、野手はセンターライン、はい、レギュラー固定です、固定だから、まあ、ずっと出る必要ないよ、うん、ずっと出る必要ないけども、まあ、センターラインが全員規定打席到達ぐらいの、うん、まあ、もしくはもう400打席前後ぐらい出れれば、はい、やっぱ強いんちゃう、そうです、メンバーが固まってくれば、うん、やっぱセンターラインが固定されるぐらいの選手が固定しなきゃいけないんじゃなくて、うん、はい、固定をするぐらいの選手が出てこなきゃいけないっていうね、うん、要はいないから固定されないわけで、はい、流動性あるのがダメって言ってるわけじゃなくて、うん、だから高いレベルでね、流動性あって、だからロッテでも堀さんと西岡と小坂さんで回してるみたいな、うん、いや高いレベルじゃん、はい、だから高いレベルで回してるんだったらいいけど、うん、低いレベルで回すとなんかどっちつかずになるからね、うん、だからそこら辺がやっぱ成長しなきゃいけないっていうところと、松本剛と万波がベストナイン、はい、うん、ありますね、だからもう万波もホームラン王ぐらい取って、うん、取って松本も首位打者とは言わなくてもそれに準ずる形、はい、ぐらいの感じで、うん、首位出し取っていくときぐらい頑張れば、うん、これ強いんちゃう、かなり、うん、そうですね、うん、あと外国人ですか、うん、だからレイエスが、はい、ホームラン、うん、まあ、最低でも30だね、うん、最低ね、はい、これをどこまで伸ばせるかだから、うん、最低でも30本優勝するとそのぐらい必要ですね、うん、あとスティーブンソンが規定打席ね、はい、うん、規定打席よ、うん、規定打席でいいのよ、はい、規定打席動作するってことはそこそこ打ってるってことでしょ、打てる、はい、でそしたらね、かなりのいい活躍になってくるから、はい、いい打線ですよ、結構、めちゃくちゃいい打線、うん、それは結構大事になってくるんじゃないのかなって、うん、でオープン戦も2割8分6厘打ってるからね、はい、ホームランは0本だけど、うん、だから1番とか1番ですね、で、うん、いいよね、うん、感じ的には
だからセンターが松本剛だから、だからスティーブンソンレフト松本万波でしょ。だからここがまたさ、うん、スティーブンソンがダメで松本がレフト行ったとかなるとまた緩むやん。あ、そうですね、うん、だからこのセンターラインきっちりね、うん、で最終のオープン戦でいうとセカンド石ショート水野、うん、だからここら辺がどうなるかだね、はい、あと野村も結構打ってるね、うん、ですね、うん、うん、で、アリエルも打ってるしね。アリエルそうだ、いいですよね、うん、だからあれだね、清宮出るとこなくなっちゃうね、もう怪我してる場合じゃないよ。そうですね、うん、危ないですね。2軍でもね、復帰したっていうニュースは聞くけどもね、うん、もうマリシーズはいきなりホームラン30本とか打たへんしな、うん、20本打ったら最高、最高だよね、20本打ったらもう最高だよね、うん、去年15本ですからね、うん、だからレイエスが、まあ、ホームラン30発ぐらい打って、うん、でスティーブンソンが規定打席到達して、はい、で松本と万波がベストライン取って、うん、でセンターラインがカチッとはまって、うん、でね、ピッチャーが頑張れば、うん、まあ、チャンスあるよね。しかもそんなむちゃくちゃなこと言ってないしね、はい、だって松本だってね、首位打者取ってベストライン取ったこともあるわけだから、はい、別に取ったことないって言ってるわけでもないし、うん、万波だって一歩間違ったら去年ホームラン王だったからね、うん、チャンスはでベストラインも取ってるし、はい、でそれを引き続きやればいいだけだし、うん、だからスティーブンソンとレイエスがどこまでかだね、はい、うん、あとにこう二遊間とかその辺の選手がハマることがやっぱり ね、うん、ハマればシーズン通して活躍をするという、うん、だから規定打席とは言わなくてもまあ、うん、そうだね、奈良間くんとかハマってほしいですけどね、がっちり、うん、やっぱり350から400打席ぐらいはしっかり立たないといけない、うん、まあ最悪規定打席到達しなかったとしてもね、うん、だからそこら辺がハマっていけば、はい、面白い感じになると思うけどね、うん、これだ。でもそんなむちゃくちゃなこと言ってないよね。そうですね、はい、その先発3人で35勝も、まあ、それぐらいしなきゃね、うん、優勝するためには、うん、優勝したらそのぐらいいくんじゃないですか。で、うん、で金村新人王も、まあ、チャンスあるしね、はい、うん、ありますあります、うん、全然 でそれぐらいの勝ち星になってくると、はい、田中正義もしっかり働けば西武王のタイトルの可能性も十分出てくるし、はい、ワンチャンあるね、はい、まあ、そのぐらい勝つってことは野手が結構打ってるってことですか。そうだね、うんうん、あと噂帰国あるある噂は帰国、噂は帰国、あ、まあね、うん、これはもうかなり4月の半ば以降ぐらいの動画になってくるから、はい、まだそれはね、はい、プラスアルファここからつけるけども、はい、噂は帰国もあるね、噂は帰国、うん、帰国したらさらにね可能性も上がるってきますからね、うん、でもまあね、その昨日おとついぐらいで、そうなんですよ、ね、なんかちょっとマイナー落ちして、うん、で移籍席ね、なんか探すみたいな、ね、はい、オプトアウトでみたいな感じで言ってるから、うん、まあね、どうなるか分かんないけども、はい、まあ、これに加わればかなりのね、うん、日本ハム球団にとったら、うん、ね、噂にとったら、まあね、残念なニュースかも分かんないけども、はい、日本ハム球団にとったらかなりポジティブなニュースになるから、うん、まあ、そこら辺はどうなるかも、まあ、今現状は分かんないけどね、はい、あの付け加えるところでいい感じになるけども、うん、まあ、皆さんね、多分これができれば優勝できると思いますよ、はい、ね、まだ半年後にね、答え合わせしましょう。はい。